女子メンバーにチョコちょうだいって言ったら誰かが本命チョコに近い化粧よっ、アクソチョッチです。で、バレンタインというわけでですね、来ました。男子はですね、女の子にチョコをもらう日でございます。今回はですね、私ヨッチが女子メンバーにチョコちょうだいって言いました。もう言っちゃいました。今日はですね、ロケでこの場にりっちゃんとえっちゃんがいます。そしてチョコを用意してくれたということで、まずはその2人からチョコを受け取っていきたいと思います。でですよ、これ僕が独断と偏見でこの5人の中で一番本命に近いチョコを決めます。で、その女子メンバーにはそれなりのホワイトデーを渡したいと思います。女子メンバーが本気出してくれれば、僕も本気のね、ホワイトデーをお返しするということで、検証していきたいと思います。撮影が終わり、えっちゃんをお呼びしました。えっちゃん、お願いします。何を選んできてくれるのか、一番歴が長いえっちゃんです。えっちゃん、はい、私たちも長いよね。長いですね。一生懸命作ってきたんだ。何これ、入れ物はちょっと家にあった私のコスメで入れ物。あ、そうなんだね。開けてみて。はい、ということで、私ザ男子がもらって喜ぶチョコランキング1位であろうガトーショコラを作っていきたいと思います。材料、バター、卵、生クリーム、砂糖、小麦粉、ココア、チョコレートかな。うん、まずは湯煎でチョコを溶かします。ちょっとね、ミルクチョコレート 100% だと甘すぎるかなと思ったので、ビターチョコを混ぜてみました。生クリームとバターを合体、黄身と卵黄と卵白を分けておく。綺麗に分かれた。生クリームとバターを人肌になってるのを入れる。溶かしたチョコも入れます。卵黄3つ、砂糖も半分くらいだけ入れます。混ぜます。はい、混ぜたら卵白と砂糖でメレンゲ的な存在にする。はい、こんな感じに、まあ緩めに角が立つようになったら OK。 そしてこの中に半分入れていく。はい、でふるったココアと小麦粉も入れます。よいしょ。表面サクッと中しっとりがね、理想ですね。で、残りのメレンゲも全部入れます。メレンゲを潰しすぎないように混ぜる。そしたらクッキングシート入れた型に入れていくわけですね。はい、ではこちらを45分、オーブンにピョンってして完成です。やばいっすよこれ。これちゃん本気出してきてますね。これちゃんとしたやつじゃん。結構高かったんじゃないこれ。いや、作ったんやで。作ったんだよ。うわー、ガトーショコラ。ガトーショコラか。うわ、すげー。どうぞ。すごいじゃない。ちょっと大人味のガトーショコラだから生クリームと一緒に食べてほしいね。いただきます。お味はうまい。おお、よかった。おいしい。めっちゃ美味しいぞこれ。どんな感じなの？そう、食べやすいの？よ、食べやすい。お、甘すぎない。ザ・ガトーショコラ。そうだね、このクリームとの相性抜群。甘くなるかと思いきや、うん、そんなことはない。まあね、腕が。いや、これは高得点です。えっちゃん、ありがとう。見た目もバッチリ。わざわざ昨日作った甲斐がありました。ありがとうございます。じゃあちょっと審査の方お待ちください。あ、これ審査されるやつなんですか。はい、他のなんか他の女も見てからちょっと判断させてください。ごめんなさい、本当にすみません。まあ私が一番よ。はい、ありがとうございました。はい、続きましてりっちゃんっていうことなんですけれども、今日はね、結構もう18時ぐらいなんですけど、やっぱちょっと夜のこの雰囲気もやばいよね。そうだね。チョコって普通さ、なんか学生だったら朝方とか昼時じゃん、うんうん、大人な雰囲気やらしい ね、 ね、この夜にさ、もらうのちょっとやらしい ね、 いいね。いや、ポイントでいいじゃな、ちょっとね。そんな中で、りっちゃんということですね。じゃあお願いします。大荷物ですよね。あ、ちょっと袋がなかったんで、あ、はい、ちょっとこのままバッグに崩れてたんですけど、あ、はい、まあ、そのバレンタインということで、はい、チョコレート、はい、的なものが有名だと思うんですけど、はい、よっちそんなにチョコレートが好きじゃないですよね。そうなんです。でも私ヨッチのこと分かってるんで。ありがとうございます。もうヨッチが大好きなもの、でもバレンタインっぽいものをちゃんと用意しました。何それ。はい、りっ
ちゃんです。ということで、ちょっと今日はリモートだったのでスッキリで失礼します。はい、ということでね、あのヨッチェのバレンタインのプレゼントってことなんですけど、まぁ、ちょっと私ね、仕事してて、まぁ、ちょっと手作りする時間がないっていうのもあるんだけど、まぁ、ヨッチェね、あんまり甘いものが好きじゃないんだ。まぁ、だからなんか一生懸命頑張ってなんかこう手作りのチョコレートとかを作っても、まぁ、一応喜ぶとは思うけど、もう一番の喜び、最高の喜びにはならないと思うんだよね。で、なんかないかなと思ってこう、Amazon とかね、いろいろ検索してたら、めちゃくちゃヨッチェが好きそうで、ちゃんとバレンタインっぽさもあるっていうものが見つけちゃったので、私はちょっとこれをね、買ってヨッチェにプレゼントしたいと思います。お、ちゃんとバレンタイン専用箱とかあるんだ。え、じゃあバレンタイン専用箱にしよう。はい、ということで注文しまーす。まあ、私が何を注文したかはね、届いたらお見せしたいと思います。ではプレゼントします。お願いします。こちらです。なになになに、これなになになに、なにこれ、重いですけど、なに、はい、開けます。ほー、なるほど、まさかこれはビールですかね。はい、こちらですね、チョコビールです。チョコビール、はい、まあ、一応私的にはチョコビールを頼んだはずなんですけど、ちょっとまあここにはなんかスイートバニラって書いてあるんですけど、はい、まあとにかく甘いビールです。あのチョコレートビール、チョコビールって書いてある。そう、うわすごい、チョコレートビール、はい、ちょっと待って、これさ、はい、普通にさ、はい、外夜だし普通にデートや、こんなの、はい、そうだよ。え、まだあるんですか。もちろん、え、飲めるように、今すぐ飲めるやつ。だから私LINEで聞いたんですよ、この撮影を一番最後にしてください。はぁ、やっぱりね、せっかくやったらやっぱ飲んでほしいなと思って。ありがとうございます。じゃあ行きますよ、はい、うえぇじゃあ、いただきます。結構辛口、え、チョコ感はないです。ないか。チョコレートを使った甘いビールではありません。おい、なんでだよ。いやいや、まあ、でもチョコビールなんで。書いてあるもチョコレートを使った甘いビールではありません。読んでない。一番上の距離が、じゃないんかい。じゃないんかい。お好きでしょ、それが。超好きな味。いやでもよかったわ、喜んでくれて。いやいや、ふざけんなよお前。素晴らしい、いやありがとうございます。うわー、すごい、ありがとうございます。本日はね、えっちゃんとりんちゃんということで、残りはね、ドビちゃん、イッチなる、それでは、次のロケ先でね、ドビちゃん、イッチなるということで検証していきたいと思います。さあ、というわけで、2日目でございます。それでは早速、ドミちゃんから呼んでいきたいと思います。ドミちゃん、はい、どうぞ、こちらへどうぞ。はい、よしさん。はい。作ってきました。ありがとう。ハッピーバレンタイン。やったー。何か、かわいらしい。はい。うおぉ、うわー、こんな感じで、ドミちゃん作ってくれました。はい、手作り、手作りです。やばー。しかもこれですね。はい、で作りました。オリジナルレシピ、はい、あのレシピ見てないです。え、はい、というわけでドミのバレンタイン作りです。私はですね、ヨッチさんといえばお酒が好きということで、ビールゼリーを作っていきたいと思います。こちらですね、あのレシピ調べても出てこなかったので、自分の特製レシピとなっております。頑張ってね、ちょっと考えながら作っていきたいと思います。お湯が沸騰してきたらゼラチンをね、はい、じゃあゼラチンが溶けたので、ちょっとこれ冷める間にね、このビールをこのカップに注いでいきたいと思います。はい、じゃあ注いでいきます。ふい、はい、ゼラチンとビール入れ終わりました。これでね、1日固めて、明日生クリームを上に絞って泡みたいな感じにしてあげたいと思います。はい、というわけで1日経ちました。じゃーん、こんな感じで固まったので、この上に生クリームをトッピングしてビールみたいにしていきたいと思います。じゃーん、ビールや。はい、じゃあね、スタンプつけてこれでトッピングしていきたいと思います。ドミノバレンタイン終わりです。これ食べていいんですか。今食べて、見て、当ててください。なるほど、わかりました。何で何を作ったのか。じゃあいただきます。はい、うん、
え、これ食べ物本当に食べ物ですよ。え、これさ、なんかさ、はい、え、植物がよく育つようにさ、入れる肥料とかじゃないよね、これ。見た目はそうだけど、違う。ヨッサが好きなもの。これだから絶対植物とかにさ上に白い生クリームがあって、うん、下に黄色いゼリーがあって、うん、なんですかこれ。そういうことか。ビール。そう、うわ、こちらはビールゼリーを作りました。まずい。でもヨッサはビール好きですよね。ビールは好き、ビール好きなんで、好きなものでビール作りました。好きだからって何でもしていいと思うなよ、おい。まあでも、まあでもこの層は面白いね。そうですよね、ビールっぽくて面白いです。上の生クリームで泡を表現してます。ああ、まあそうだよね、はい、これは素晴らしいです。ちなみにこれ2個しか書いてないですけど、下にも2個あります。さあ続きまして、イッチなんですけれども、読んでみましょう。イッチ。はい、ヨッチ。うん、お待たせ。あ、全然待ってないよ。待ってないの。あ、じゃあいらない。なんで今来た。だってさ、バレンタインって何の日。チョコをもらう日。違うじゃん。何、私の誕生日じゃん。ほんまや。なのに作ってきたんだよ。やばい、ほんまや。この重みを知って。おめでとう。ありがとう。すごい、ほんまや。まあでも本当にあの男性にね、チョコあげる日でもありますから。はい、作ってきましたよ。ありがとう。手作りです。誕生日なのにごめんね。イエーイ。何も用意してない。じゃあ、わかった。かわいい。ラマいらん。このラマを。ラマいらん。はい、はい、じゃあ開けていきます。わお、へえ、頑張ったのは伝わると思う。おお、うわ、え、待って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 、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って。サニーイチです。私が今回ヨッチに作るチョコはロシアンチョコエッグです。いや、いつも頑張っているねヨッチに甘いチョコを作ってあげようとともに、やっぱり YouTuber であるヨッチには YouTuber らしいリアクションを取れるチョコをね、作りたいと思ったので、今回はチョコエッグの中にちょっといろいろ仕掛けを作りつつ作っていきたいと思います。はい、ということで作っていくんですけども、もうだいぶ仕込みはしてまして、はい、こんな感じで、ここに3つ作ろうと思ってて、1つは当たりの、はい、こういうキラキラのアラザン、あとの2つはじゃん、からしとわさびを入れていきたいと思います。だからヨッチが本当にちゃんと選べたらいいものが選べると、美味しいものをヨッチはきっと選んでくれると思うので、きっとわさびとからしが当たることはないでしょう。きれい、うずらの卵みたいにきれいにくり抜けました。じゃあ鬼わさびいきます。おいしくなれ、もいもいきゅん。ほら、めっちゃいい。はい、でですね、ここにホワイトチョコ、溶かしたホワイトチョコを塗りまして、貼り付け作業ですね。おお、すごい、できた。じゃん、見てできました。はい、ということで完成しました。こちらです。じゃじゃーん。はい、こんな感じです。ごくない？ヨッチの好きなものを描きました。まず真ん中がジャイアンツのロゴで、6が坂本選手の背番号、そしてこれは野球ボールですね。ちなみに真ん中わさび、6がからし、ボールが当たりです。ヨッチは何を食べるんでしょうか。皆さん、これいきますよ、せーの、はい。野球ボール、巨人のマーク、そして6番坂本勇人選手。いやー、ヨッチの好きなもの詰め合わせ、すごい、ちょっと頑張ったな、これ。うわ、待って、ちょっとこれマジでやばいって。これはやばいよ、イッチ。ということで、私が作ったのは野球のチョコエッグです。ロシアンチョコエッグです。まあ、せっかくなんでね、巨人のマークをね、うまそう。なにこれ、もうこれ大変だったの。かわいい、これ。じゃあいただきます、はい、一口いきます、はい、せーの、うん、うん、どう。
ち、どうせ巨人のマーク選ぶだろうなと思って。なにこれ、嬉しいけど悲しい。いやでもやっぱ YouTuber だからやっぱリアクション取りやすいチョコがあってもいいのかなって思って。いや素晴らしい。でも見た目は可愛くしたけど、ちょっと中身も面白さもあった方が食べる時も楽しいかなと思って。忘れられないんだって。あとは1個当たり1個外れ。マジ、うん、いく。俺も絶対に坂本選ばないっていうので、うん、これは当たりにしてるわけ。でも坂本食べるよ。坂本、そうね、はい、うん、いただきます。どうしようか。はい。あー、やばい、やばい、からしでーす。あー、かわいい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 。いや、どうせ選ぶと思ったのよ。マジで、うん、まあ一応これ当たりです、言っちゃうけど。当たりですか。あの、お口直しでもいいし、お家ゆっくり食べてください。今食べてやりますよ。おお、目の前で。おお、どうでしょう。うん、なんか可愛いよ。キラキラの星とか、うん、アルザンが入ってるの可愛いですね、はい、ありがとうございます、ベッキー。すごい、全部楽しんでくれたじゃん。うん。じゃあねー。ハッピーバレンタイン。ありがとう、誕生日おめでとう。ありがとう。さあ、ラストはナルでございます。さあ、ナルは今回どんなバレンタインを用意してくれているのでしょうか。ナル、失礼します。あ、ここかけてもいいですか。かけても大丈夫です、どうぞ。はい、さあ、ナルはラストです。はい、これでもう決まります。かけていいですか。どうぞ。待ってくれ、すでにもう芝生。あ、そうなんです。テープが芝生なんですよ、皆さん。これ、え、そういうゲーム。しかしさあ、開けます。ちょっと待ってくださいね。ちょっとボロボロかもしれない。ボロボロかもしれない。あ、大丈夫です、大丈夫です。あの、もうすごいんですよ。すごい時間かかる。あの、もう何回もやりまして。あ、はいはい、はい、思ったやつはできなかったんですけど。はい、開けていい。はい、なるです。今からヨッチにあげるチョコを作りたいと思うんですけど、私は野球、今季の野球が占えるチョコを作りたいと思います。はい、まずチョコを刻みたいと思います。それではお次はチョコを湯煎してきたので、この丸い型にこう全部入れるんじゃなくて、こうバーってつけるようにして中を空洞にできるチョコを作りたいと思います。あ、こんな感じ、こんな感じだったらいけるんじゃない。ほら、こうやって側面にこうやって塗るんですよ。これを失敗してもいいように全部やります。読み上げジャイアンツのキャラクタージャビットくん。ちょっとなんかマジであのあれって感じだった。やば、難しいですね。完成しました。こちら、ちょっと待って、本当にやばい、手作り感やばすぎて、ちょっと本当嫌だな、もう嫌だな、私明日買っていこうかなって思っちゃったんですけど、ちょっと見てください。いくよ。はい、こんな感じで開けたら道ヤクルトっていうこちらを渡したいと思います。いきます。ちょっと俺一回見ます。 3,2,1。はい、うわぁ、声でか、声でか。ちょっと待ってくれ、よく作ってくれたね。待ってくれ、マジで言ってんのこれ。いきます、皆さん、せーの、これです。やばい、顔はやばいんですけど、これ何のキャラクターか分かりますか。え、ジャビットでしょ。いや、分かるでしょこれは。やばいってこれ。ありがとうございます。いや、むずかったってか、すごくないそれ。待ってくれ、これはやばいぞ。中開けたら、うん、どこのチームが優勝するかも書いてあります。じゃあこれ開いたら、今年どこが優勝するか分かるんだね。はい、分かります。じゃあいきますよ、せーの。はい。あれ閉じちゃった。なんで閉じちゃった。ちょっと、おー、なるほどね。じゃあ真ん中一回開けてみましょうか。真ん中もう一回いきますか、はい、せーの。はい。いや、でもここだけ見たらマジで嬉しい。え、でもあのメインこっちですけど。ちょっとやめてメインこっちなんで。ちょっと触んないで。すっごい。はい、というわけで、じゃあちょっといただきますね。はい。いや、うまい、うまい。
生チョコこれ。生チョコです。よっちが甘いの甘さ。ああ、すげえ。コーヒーにしました。え？これ。手作りです。めっちゃくちゃ思ってたより時間すごくかかっちゃったんですけど。ありがとうございます。でもヤクルト、ヤクルトってこと言いたいだけ。何が？はい、優勝が今季優勝がヤクルトって怖い怖いよ怖い。今年勝つのは巨人だ。いや素晴らしかった、ありがとうございます。結果発表の方、いきたいと思います。さあ、これで全員の女子メンバーからバレンタインチョコを受け取りました。で、この前にね、ちょっとりっちゃん、えっちゃんいないんですけれども、トータルして僕が独断と偏見で1位を決めていきたいと思います。そしてその1位の人には必ずホワイトでそれなりのものをお渡しします。待って、1位の人しかもねえ、もらえるってことか。あ、確かにと思ったんですけど、はい、みんなめちゃめちゃ頑張ってくれたから、俺はみんなに作ります、もう、ホワイトで、一人一人感謝の気持ちを込めて作って渡します。はい、でも1位を決めたい。でも1位を決めます。それでは、2022年バレンタイン第1位はデン！なる！マジですごかった。うわ、すごいわ。見た、うん、喉発狂したの。3、2、1、ホワイト。すごい、すごい、すごい、売り物じゃん。ホワイトチョコで、中身は、すごい、器もね、中身焼くのか、器手作り、器手作りなんですよ。はい、いや、もうみんなすごかった。イッチも野球で、こうなんかね、チョコエッグで、なんか中になんかからしとか入って、そのなんかエンターテイメントだね、そういう楽しい感じで。で、ドミちゃんはビール俺が好きだって知ってたから、そのビールゼリー、まあ、まずかったんだけど、静かにまずいって言われましたね。で、りっちゃんはチョコビール、あ、ビールかぶり、チョコビールをくれたの。で、うまいお酒をもらいました。で、えっちゃんも手作りのガトーショコラをくれたんです。へぇ、でもやっぱり巨人だよね。いや、巨人でやっぱ時間かかったっていうのはちょっと伝わってきたんで、今回なるうちにさせていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ただ本当にみんなの心が伝わったんで、僕は本当にしっかりお返しさせていただきたいと思います。それでは、この動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。女子メンバー検証動画他にもありますので、ぜひチェックしてください。それでは次の動画でまたよー。